とても簡単な動きでできますよラケットバックそのまま止まった状態からステップヒット息を吐き出してバックステップヒット素晴らしいここからあなたが声を出してくださいバックステップヒットという風にですそのままラケットをセットした状態からバックステップヒットと言ってください ラケットは壁にかけるようにしてここから連続した動きでバック・ステップ・ヒットというふうに動きます。 ワンツースリーというリズムでバックステップヒットで動くことでより普段のフォアハンドの動ききに近づいてきますこのバックスイングはラケットを最後まで上に振り上げるサーキュラーモーションにとってとても大事になります。次のドリルはもう